全日本柔道連盟、全柔連は16日、東京、文京区の講道館にある事務局で勤務する男性職員2人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。それぞれ3日と8日に発熱の症状を訴え、14日に PCR 検査を受けて陽性と確認された。写真、テレ朝は本社の完全消毒実施へ、これで全柔連事務局の役職員の感染者は計19人となった。現時点で PCR 検査を受けた22人全員の結果が判明し、3人は陰性。陽性は常勤する39人のうち、約半数の19人に上った。